か。もう高藤咲くんじゃないの。え、まだでしょう、さすがにな。でも松本で梅が咲いたって言ってたからさ、うん、梅は咲きそうだよね、こんなに。でも2月中旬だよ。あ、長野県っていつもさ4月じゃん、ね、桜と一緒に咲くじゃん梅って。なんか、うん、桜はさすがにまだじゃないかな。まあね、それぐらいの気温だよね。あと 500m だって。どこだ。右側、松木寒天産業っていうところ。あ、寒天って書いてある。本当？ああ、本当だ。あれだね、多分これ左行ったら高遠だ。うん、おー、駐車場はあるね。お、混んでるね。多分混んでる。車がいっぱい止まってない。直売。長寿寒天か。あれ、なんかやってんのか、イベントをね。あ、ん？あ、こっちもいいんだよ。なんかやってるっぽいね。なんかやってるんだ。ねえ。これ16から19。そうそうそう。え、絶対消えてる。数量限定500円だって。安いね。こんなにいっぱい買って。いらっしゃいませ。買わないといけないよね、つゆっていうか、これをね。寒天雑炊だって。これさ、下社行った時に教えてもらったじゃん。新鶴の塩羊羹美味しいですって。買ってみよう。1個買ってみようかな。小分けでいいよね。うん、いいよね。いいよ。はい、これ。生蜜美味しそうだよね。生蜜。買ってみようか。すごいでしょ。はい、やって。うん、やってる。詰め放題。いいよ、いいよ。はい。よし。パセティ出てくと入らないって。ね。下に粉が溜まっちゃうから。すごいね、面白いね。今50ぐらいかな。今60。70だって。すごいね。最高100って言ってたよ。でも本当？すごいね。おお、結構入ったね。80本。もうちょいあと 1,2 本いけたかもね。これが1本ね40円とか50円してるから、それでいくと 4,000 円分ぐらいが 1,500円。すごいよね。粉どうやって使うんだろうね、調べないとね。ここに長寿寒天館なんかちょっとあるみたい。お、雪だ。寒天かと思ったら雪だ。わあ、あー、やっぱ寒いからか。寒くて乾燥してるからだね。今年なんか大丈夫だったのかな、みたいだよ。冷静と情熱。すごいじゃん、映画みたいじゃんね。え、あ、寒暖差が大きい方がいいんだ。マイナス15度から日中は5度から10度。あ、降水量が少ないのがいいんだね。400円、すごい量じゃない？どうなってんだこれ。あ、上と下を分けるタイプか。蜜をかけて。すごい量だな、蜜。いいじゃん。さて、食べてみよう。はい。この寒天がさ、やっぱ美味しいから。いただきます。あ、美味しい。うん。寒天ってヘルシー。あ、うまいな。いいよね。うん。私さ、あれが大好きなの。ところてんでしょ。ところてんがね、よく食べてるもんね。夏とかよく食べるもんね。大好きなののからしと、あとごまが入ってる感じが。こっちよりいただこうかな、塩ようかん。じゃあなんか入ってるよね。すごい混んでるもんね、このお店。前知らなくてさ、教えてもらってさ、なんかの時行ったらすごい混んでたもんな。高級な感じがするね。いただいていきます。どうですか？甘さ控えめでさ、うん、こしあんだよね。結構塩の感じがあるね。わ、美味しいぞこれ。うん、いただきます。うまいうまい、うん、ね、なんで売ってんのかなと思ったら、寒天が千野さんだって。面白い書き方すんなこれ。この書き方だとさ、長野さんだよね普通。うんね、面白かったね。なんかたまたま行ったら、今日はキャンペーンの、年に一度のキャンペーンだって。すごいよね。あれ、ああ、前宮だ、そうそう。諏訪大社前宮、寄ってこうか。せっかくだからね。そうだね。いっぱいあるんだね。前宮があって、下社があって、で、もう一個向こうにあったよね、大きいのがね。あったよね。足湯があるところ。諏訪大社前宮行ってみましょう。すごいね、ここ道路なんだ。これ上に感知式のあれがあって、ほら、すごいね、なんかこの石畳、石段。へえ、湧き水なんだろうね。晴れてたらすごいんだこれ。八ヶ岳がよく見えるじゃんね。え、名水、水河の水流、さっきあったね、水河なんとかって公園。ああ、気持ちいいとこだね。うん、へえ。鎌倉道だって。5.5キロだって。周遊コース、あ、ぐるっと回ってくるんだ。へえ、あ、いいね、これ。春はここにさ、桜があるんだね。交流センター前宮。へえ。あ、詳しく出てる鎌倉道。へー、あ、すごい、御柱だ。風が春だね。なんかあったかい。あったかいよね。まだでもここら辺は雪が残ってんだね。日陰。ああ、あと上から落ちてくんのか、屋根から。ちょっと諏訪湖を通って。この後は反対側、上田の方に行きます。遠見とか小諸の方だね、うん、に行って、明日ねちょっと行きたい温泉があるから、夏はスッと行けるんだけど、冬は雪で通行止めで、雪上車で行くんだけど、でも雪上車じゃなくて俺らスキーで行こうと思って、スキー場の近くなんだ、だから多分スキーのリフト乗って温泉行けると思うから、そうなんだ、多分ね、多分、だからあれかな、スキーの靴と普通の靴も持ってかないとダメなのかな。ちょっとよくわかんないんだけど、そこに行ってみよう。それがね、昔の浅間2000っていうスキー場あったじゃん。今高峰マウンテンパークってなってんだけど、そっちの方だから今から山を越えます。はい、ちょっとせっかくここら辺にいるからさ、角上に寄ろうか。夕飯買ってもいいなあ。確かに。さあ角上、おーいいな、楽しみだな。お魚がいっぱい見れて楽しいよね。楽しいよね、うん。すごいよこのパエリア。めちゃくちゃ入ってるじゃん。美味しそうだな。これもいいね。美味しそうだな、マグロ尽くしも。すごいね。定食もいいな。すごいな。どれにする？これとかいいな、イサキの刺し盛りも。うん、美味しそうだね。頭が邪魔か、車だと。そうね。だとこっちら辺か。すごいね。あるね。いっぱい買えた。いっぱい買えたね。楽しみだね。美味しそうだな、あのお刺身。ねえ。今日の夜はご飯炊いて、お刺身定食だね。そうだね。いいな。めちゃくちゃいいよ。あとまあお寿司もちっちゃいの買ったからさ。諏訪湖です、はい、このまんま岡谷の方に抜けて、そっからあれだね、山越えだね。山越えっていうかトンネルか。トンネルかな、うん、いやー白鳥ももういないだろうな。今はカモメだったカモメ？カモだろ。あ、違う、カモメじゃないカモメは海だ。カモだけいるのは。あーでも気持ちいいねやっぱり、梅はないのかな、ここら辺。桜だよね。去年行ったよね、綺麗なところ。ここら辺もね。あと400メーターで左だって。どこですか？あ、あ、これだ。藤井さんあった。どこにある？すごい並んでるけど、どうしたらいいの？駐車場がないじゃん。すごいな。あ、もうみんなそこに止めてるから、そこに止めていく感じだ。美味しそう。1個100円。すごいね、こんなに混むんだね。ねえ。混んでるな。並んでたね。大人気。結構ソフトクリームみんな買ってたね。ね、あんこ入りのすごいやつ。ね、安いもんな、170円とかだったじゃん。うん、焼きたてです。いいね、こっちはあんかな、多分。カスタードが好きだからカスタードから食べようかな。半々しようよ。うん、美味しそう。いただきます。100円だもんな。あっこ。うん、うまい。おいしい。結構サクサクなの。まあ、あっちにあったじゃん、岡谷の方に。一緒だよね。あ、上田が本店か。めちゃくちゃ混んでたもんな。そうそう。142号だね。うん。はい。これで、まずは温泉だな。権現の湯っていうところに行こう。はい。ここから37キロ、物見湯さんで入れます。はい。じゃあ温泉に行く前にね、その近くに鶴屋があるのね。だから鶴屋でさ、ご飯買えたら楽ちんじゃん。炊かないでいいから。確かに。うん。なんでちょっと鶴屋見てから温泉だね。はい。でご飯はその後かな。まあ時間見てだな。うん。なんでもあるね。コメリもあれば。松清もある。鶴山ったらもう完璧じゃんね。よし、では権現の湯に行きます。はい。あ、ここか。そこを右だって。行ったことあるらしいんだけど記憶にないんだよな。権現の湯って書いてあるね。でもあ、ここだ。これだと。記憶にある。うん、記憶にある。あるあるある。そう、これない。あらあら、来たね。来た。うん、権現の湯、ああまだ記憶にないな。あ、気持ちよかったね。よかった。さっぱりいいね。これやっぱ昼間はすごそうだね、眺めが。昼に行きたいな。よし、では今日は道の駅三巻まで行っとこうかな。はい。で明日朝前もじゃないや、高峰の方に行くと。もう一個向こうにさ道の駅あるけど幹線沿いで車が多いから、三巻は静かだもんね。あそこは静かだね。さあお腹が減ったんでご飯を炊きます。それ以外に米が売ってなかった。今日は 1.5 合かな。詰め放題でいっぱい取ってきた寒天の粉末をお米に入れたら美味しいらしいんで、ちょっと入れてみます。これが 4g で、3合で 3g。だから 1.5 だから 1.5g。3分の1ぐらいでいいか、これが。本当に粉だね。寒天がお水を吸うから水は多めだって。おお。なんかもちもちになるらしいよ、お米が。OK。では、炊飯。はい。トイレ行ってる間に準備しました。はい、ありがとう。忘れててさ、これを買ってんの。え ?1.5 合炊いちゃった。これしかないと思ってた。食べるのそれやばいでしょ。で、しかもさ、これ、寒天入れたよ。やっといてって言ってたやつ。この寒天の粉。うん。試しにね。そうそうそう。ちゃんとやりました。突き出てる。そうそう。これさ、すごくない？切ってんだもん、ここ。美味しそうだね。美味しそうだな、いいね。すごいね、これ。目がまだ新鮮じゃん。お魚の目が。イサキね。すごいね。俺これつまんだんだけどさ、これめちゃくちゃうまいよ。これ？ホタルイカの磯辺揚げ。超うまい。いいね、今。ね。これからね、今まだ富山じゃなくて全部あれだね、城崎の方、兵庫県のだね。でこれがさ、昔食べてめちゃくちゃ美味しかった中トロ巻き、このエンドウやばいよ、これすごいでしょ、端っことこれは初めてだね。なんか味噌のさわら、さわらか、うん、これ250円か280円だもんな。そうそう。これも450円だもんな。すごいよ。すごいよね。うん、これも1700円だし。超豪華だね。ね。いただきます。ちょっと溶かしてね。うん、このさ、醤油差し本当買わないとね、車用の。うん、ね。いただきます。おいしい。うん、やっぱな。うんうん。おいしい。ご飯なくてもいいぐらいだな、これ。ほんとね。ミスったな。だってさっき釣り屋行ってさ、この野菜も買っちゃったんだもん。すっかり忘れてた。この存在も忘れてた。うん、こちらは初めてだ。ああ、こっちもすごい美味しい。あ、そう。なんだ。生姜がよく効いてる。ああ、いいね。なめろうみたいな感じだね。なめろうみたいな感じ。ああ。うん、美味しい。炊けました。はい。どうだろう。この入れたやつは、ふい、お、すげえ、全然違う見た目が。あら、なんかツヤツヤしい。すごいな。ツヤツヤしいね。この炊飯器が活躍する時が来たかも。ねえ。すごいな。すごいね、本当に。ちょっと入れただけでこんな違うんだね。うん。味はまあ一緒だよね。味は変わらない。ね。でもさ、もちもちすんじゃないでも。新米じゃないんだよ。そうそう、新米じゃない上に、そうそう。でもこのさ、炊飯器が本当にパサパサになるというかね。あんまり美味しく炊けないんだよね。そうそう。まあそれはしょうがないけどな。うん。オッケー。20分で炊けるんだ。そうで、こんなコンパクトで。うん。ではいただきます。このいっぱいあるのがイサキだね。すごいね、それ油。ブリかな。ブリカンパチかな。ブリかカンパチか。ね。いただきます。すごい油。あ、そう。美味しい。うん、美味しい。ゆっくり食べていきましょう。最高、最高。おはようございます。おはようございます。道の駅みまきを出発です。うん、今日は高峰温泉だね。うん、に行ってみようかなと。はい。なんで高峰、なんだったかな、高峰のスキー場前の旧浅間2000かな。高峰なんだっけ、マウンテンパーク。あ、そう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 、うん、でそこのスキー場の上の方にあるらしいんだ、高峰温泉っていうのが。ランプの宿かな、で雪上車でこの時期は行くらしいの。道路が通行止めだから、だけどスキーでも行けるらしいから、俺らはスキーで行こうかなと。はい、小諸だね今、多分。違う、小諸駅の近くかなね。こんな通りあったんだね。すごいね。ねえ。楽しそうじゃん。すごいよ、ずっと。本当だね。あ、北海道かな。出てきた高峰高原16キロ。ここから行くんだ。初めてだね、こっちは。前さ、池の平湿原の方は行ったけど、高峰は行ってないもんね。チェーン規制のやっぱ雪はあるんだね、こんな暖かくても。上の方はあるかもね。あ、高峰温泉じゃない、これ14キロ、ランプの宿。あの露天は日帰りじゃ入れないんだ、確か。あ、そうなんだ。へえ。上信越高原国立公園。浅間山登山口。登山口があるんだ。行けんのかな。今みんなのあれで、ちょっとわかんない。ここすごいじゃん。すごいね。晴れてれば超綺麗だな。1位は八ヶ岳か。そうだね、多分。だいぶ登ってきたけど、雪はない。そして、雨が降ってきた。ね。ちょっとどうしようね。行って考えるか。紅葉してる感じだもんな。本当だね。新芽か。つぼみが出てきたのか。つぼみが出てきたんじゃない。ね。暖かいから。霧で幻想的になってきた。うん。ね。なんか雲の中に入っちゃったね。1800メーター、すごい。登ってきた。登ってきたね。そして真っ白です。高山植物園だって。高峰高原ホテルだ。もうここら辺がスキー場だと思うよ。高峰山登山口。標高2000メーター。湯上がりだから、ここにもあるんだ。高峰温泉第一所長。ここかな。びっくりした。何がいるかと思った。すごいじゃん、なんか。高級リゾートか。なのかな。ピンクのってスキー場がないんだよな。満点ホテル。高峰満点ホテル。すごいリゾート地か。綺麗なホテルじゃん。何ここ。ちょっと見て。スキーセンター。あ、ここじゃない、スキー場。ここか。ガスって何が何だか全然わからないね。あ、結構車はいるね。なんかすごいね。ねえ。リゾート感があるね。なんか何が何だか全然わからないけどね。センターハウスがあって。左がホテルか、アネックス。なんかこっちはレンタルスキー。ここにあるじゃん。今ここでしょ。こう降りてって、これで行って、こっち。あ、ここか。ちょっとわかんないね、これじゃね。でも行けるな。多分。来たよ。あれあれ。すごいね。戦車みたいな動き方してるじゃん。すごいね。新しいの。デカトロンから提供してもらったやつ。いいね、なんか。フィット感も良さそう。帽子の下にいいね。あ、いいね。駐車場のさ、目の前がスキー場じゃん。すげえいい。はい、体験ゲットです。よし。第2クワットでいいね。わあ、春だね、雪が。とりあえずリフト1本分しか買ってないから、今日はスキーじゃなくて温泉が目的だからね。すごくない？スキーで行ける温泉って。これだね。実乗車の方が楽しかったかなまあでも俺らスキーもできるからな、スキーでだからこれ1日券とか持ってたら最高だね。温泉入ってスキーして温泉入ってまあ最後に温泉かだね。風すごいね、うん、霧もすごいけどこれ夏は道かな、もしかしたらねえ。よいしょ。空いてるな。何ここ。ポコポコ。全然人がいないね。こっちかな。ここら辺だよね、多分それでしょう。間違えた。もう一回チケット買って第4リフトに乗らないといけないらしい。いいよー。残念ながらスキー場から行っちゃダメみたいね。スキー場というか今リフト券買いに行ってさ、もう一回、うん、でどう行くんですかって聞いたら、うん、こう行けるけど多分スキー場エリア外に入るからそこを越えてっちゃダメなんだよね、多分ね、エリア外、うん、そういうことだと思うから。ただまあ宿に電話したら宿のホームページにはさスキーでお越しの方って書いてあるからさ、うん、電話して聞いたら、一番端っこのリフトから来たら行けこれますって言ってたけど、うん、ちょっとわかんないからね。多分普通にこうスキー場関係なく歩く人とか、歩くスキーとかの人はいいっていう書き方なのかな。多分ね。ね。なんでちょっとわかんないから、なんかあった時にね、スキー場に迷惑かかるから、やめときましょう。はい、だからあれだね、雪上車で行きなさいってことだな。そうだね。うん。で、雪上車がね、今もうちょうど出ちゃってさ、次だいぶないから、ちょっと今日は我慢です。また夏にさ、歩きに来て、ね、そうそう、すごい良さそうだから、ここ、夏に来ようよ。ね。困ったなぁ。温泉も入れず、お腹も減っちゃった。ねえ。しょうがないから、小諸に降りるか。雨降ってきちゃったしな。これはなんだ、ビジターセンターか、食事ができるって書いてあるけど行ってみるか。これさっきスキー場で迷ってたとこじゃん。そこ来たじゃんね、さっき。ビジターセンターって16時まで。カフェ&ショップだって。すごいなあ。あ、すごいぞ。すごい綺麗だね。スノーシューとかできるんだな、やっぱり。ああ、紙の入ったここだもんね。スキー場の中っちゃ中だけどちょっと外なんだな。そういうことか。あ、いいねこれ。夏絶対これ面白そうだよね。この赤い道が全部歩けんだよね、多分。だよね。あれ、池の平湿原がここか。前来たとこだよね。気持ちいいところ。ああ、そういうことか。この道で来たんだね、前ここまで。こっち抜けれたんだね。そういうことか。高峰の方から上がってきたら温泉も入れるんだね。ああ。ここは日帰りやってたんだね。ね、高峰高原ホテル。これからね、小諸駅前のノエルっていうお店、キッチンノエルっていうオムカレーとかオムライスとかいいねでしょ、ああ坂降りたけど降りてすぐなんだねもう、すごいな、すぐ駅じゃん、あと1キロでしょ、 1.4 キロ、はい到着、ここに止めてこう、レトロだね。ここか、ここら辺なんだけど。過ぎたから。どこ？あ、これか。11時よりオープンです。営業いたします。こっちか。メニューはこんな感じ。2人ともオムカレーになっちゃった。ね。いいよね。食べたいものを食べたいからね。ねえ、スープついてるよ。いただきます。あ、うまいな。あ、美味しいな。すごい具だくさん。あ、いいね。最高です。すごい。いきます。あ、うまい。うん。あ、いいね。もうふきのとうだ。美味しかった。すごいボリュームだった。健康的な。では、ちょっと駅の野菜を。あるかな。夏はいっぱいあるけど。冬は。ちょっとしかない。ほうれん草、100円、安いね。あんまないんだね。リンゴとか。はあ。売れちゃったのか。ね。残念、いいか。白菜とか買いたかったんだけどね。夏はすごい。そうそう。山盛りになって。ねえ。いや、しかしレトロだね、ここは。本当に。すごいね、動画出すのが3月の末ぐらいかな、この動画がね、でもうそろそろスキーシーズンも終わりなんだけど、はい、結構スキーの板なんですかとかねメッセージをいただいて、ちょっと最後に使ってるギアの紹介をしたいなと思います。はい、まあ、ただスキーあとどうだろう、あと2回ぐらい行くかな、まだね、なんか今年3月が雪いいからさ、すごい降ってるからね、もうちょっと動画が出ると思うんですけど、ちょっと紹介したいと思います。ウェアとか使ってるもんだね。そうだね。紹介したいと思います。はい。まずはこれか。今年買った板です。手前ね。手前ね。ピンクの俺のはもう10年だけど。うん。だいぶいいねこれ。もう劇的に変わったよね、なんか滑りが。こんな感じの。ね。でこれもねだいぶ型落ちでスキーショップあずみのっていうところでだいぶ安く買ったんだよね、型落ちを。そうそう。全部で5万円しなかったと思う。まあビンディングは持ち込みでねつけてもらったんだけど、4万円とかだったと思うんだけど。結構いい感じです。ね、K2 のマインドベンダー 98Ti だったかな。なんかこの横にブレード、金属のブレードが入ってる、チタンが入ってるのかな。そう、ちょっと重めの板ですって言われたんだけど、その方が安定感が出るって言われて、なんか滑ってて足がねこうバタついて雪に取られちゃうっていう話をしたら、これがいいですよっていうのでおすすめいただいた、ね、結構滑りやすそうに滑ってるもんで結構いいです。134の98の120だって後ろが結構太い板、今年はこの板にしたからちょっとパウダーも入ってみたりして結構滑りやすい、安定しました。良さそう。俺も来年買おうと思ってますこれで俺の方はもう古い板でフォルクルの1っていうやつで長さが176かなあ、でこっちが長さが159だったっけ、あ154だね、身長が 156?155 だから、まあ、身長ぐらい、もう一個長くてもよかったかもしれないけど、まあでも、まあ、あんまり長いのも、あんま好きじゃないのでこのくらいにしてます、この方は長さ176、身長が170で176の板だからもうこれは古いからあれかな。まあ来年新しい板でも買って、そうそう楽しんでください。はい、次はこの冬ずっとデカトロンさんにご提供していただいてて、ずっとこの製品を使ってるんだけど、はい、めちゃくちゃ使ってるのが、まあ、これはあれだね、昔から使ってるリュック、20リッターのリュック、20リッターのリュックで、もうこれは5年6年使ってるかな。定番だよねこれは。普通のただのリュックだけど、めちゃくちゃなんか使い勝手がいいからずっと使ってます。これ結構持ってる人いるよね。まあ日本ではあんまりいないんだけど、それこそヨーロッパとか中国とか東南アジアとか行くと、下手したら旅行者の7割8割ぐらい持ってるね。まあこのリュックだけじゃなくて何かしら持ってる。そうそう、リュックがあるから。デカトロンがフランスの会社だから。でこれをずっと使っててすごい快適だったんだけど、ちょっとこの前メーカーの人とお話をしてたら、防水ですごいいいのが出てるので提供いただいたのがあって、25リッターのこれね、いいでしょう。まだこういうケースに入ってるんだけど、25リッターと20リッターそれぞれ。おお、防水なね。そうそう、防水のリュック。この黒いのがデカトロンのケシュワっていうキャンプ系のブランドになるのかな。でこっちがデカトロンの、日本だとフォルクラっていうんだけど、向こうだとフォクラっていうのかな、の製品になるんだけど、これも完全防水ですごいよくできてて、でも来年からスキーとか、あと今年自転車とかも全部こっちの緑のでやろうと思ってるんだけど、こういう感じでこうなってて、ここがまずすごいのがさ、この今のケースのところが内に入ったらこれを反対に向けるのね。そうしたらここにお財布とかが入る。おお、ああ、そうそう。なるほど。お財布とか携帯とかがここに入れれるケースになります。っていうのがまず上についてて、でこれはね、このロールアップ式っていうのかな。こういうここをこうしてくるくるっと巻いて、こうパチンとするんだけど、こうすることで。雨雪入りませんよと。おー、いいね。上がロールアップ式で、この中見てもらう。まあここ縫い目があるじゃん、ずっと。でここの縫い目がちゃんとね、シールテープ、シームテープっていうのかな、防水のテープが貼ってあるから完全に防水です。なんか入れてみるね。上のロールアップ式はさ、結構使ってるんだけど、他のも。これすごいのが、ここチャックもついてるのね。あ、そうなの？すごいでしょ。すごい。だからもう面倒くさかったらこのまんまも使おうと思ったら使えるし、パンパンにした時とかね。こうしちゃうとちょっとね、防水性能は水が入ってきちゃうけど、すごい雨だとね。でもこうやってロールアップして、でこんな感じ。でここはメッシュになって両方。いいね。結構いいね。使いやすそうだね。いいでしょう。でまあこれ防水テープ、まあ上からね多分漏れちゃうけど、こうしたらほら膨らんでるでしょ。防水です。あ、で背中にも入れるとこある？背中にもね、ここがちょっと入る、ここに。結構便利。いいね。コンパクトになるしさ、いろいろ収納もあるし。使い勝手が良さそうだね。良さそうだよね。でもう一個いいのが、それもついてる、こういう簡易のが、これもごつすぎないから邪魔にならないし、本当だね。でこれ街歩きとかの時はここに入れれるから、この中にしまっておけるの、こういう感じで。こっちは20リッターで同じだね。この25リッターとタイプは、ここが中でケースになりますよ。こっちは黒色、よりシンプルだね。横にしか入れるとこはなくて、で上はこういうロールアップでっていう感じで、チャックはついてる。上もここもね、こういう感じ、横にあって、でここはこの腰ベルトはないけど、胸のこの留めはついてる。こんな感じです。これもだいぶコンパクトだから。そうだね。なんか買い物バッグにもなるね、大きさだったら。じゃあ次はヘルメットね。ヘルメットがいつも使ってってるのがこれとこれです。これだね。これもデカトロンのウェッツェっていうスキー系のブランドになるのかな。でこっちが MIPS っていう、なんだろう、靴でいうビブラムみたいな感じで、最近スキー場でよく MIPS って見るよね。うん、うん、そうだね。でこの MIPS っていうのがこの中の黄色いやつ、 MIPS っていうそういうなんか機構というか機能なんだけど、ここがこうちょっと動くようになって、うん、衝撃をこう逃がすような作りになって、転んだ時にヘルメットがねじれて頭と一緒にねじれちゃうと危ないから、中のその MIPS が動いて逃がしてくれるっていう、そういう機能です。でこれはデカトロンのそういう技術じゃなくて、MIPS っていうところがいろんなメーカーに出してるから、いろんなメーカーがこれを使ってて MIPS っていう風にシールを貼ってるんだけど、本当に靴の裏のビブラムソールと一緒で、いろんなメーカーがビブラムって使ってるじゃん、うん、それと同じような感じです。他のメーカーで MIPS ついてるヘルメット探したら安くても3万円ぐらいするから、結構高いね、うん、だいぶこれはお買い得というか、うん、いいよね。すごい被り心地もいいでしょ。うんうん。で俺は普段もこっちを買ってます。これもデカトロンのなんだけど、これです。このゴーグルがついてる一体型というか、これを使ってます。めちゃくちゃいい。このゴーグルがヘルメットについてるのは。最近ちょこちょこ見るけどね、ゲレンデでも。そうだね。やっぱ視界が圧倒的に広いのと、簡単にこうやって上にできるのと、あとメガネしてても全く気にならないから、すごい便利。こういう感じで、すごいいいよこれも。っていうのをヘルメットは使ってます。ヘルメットはもう必須だよね。そうだね。絶対ないと怖いねやっぱり。うん、であとこの手袋ね。革のウォータープルーフ。結構この手袋は使い分けしてて、すごい寒いところはこれを使ってて、デカトロンのを使ってて、でそんな寒くない時はもっと他のもうちょっと薄いのとかを使ってやってます。でウェアはピンクと緑を上それぞれ着てて、両方、うん、上下ピンク上下緑両方あったんだけど、うん、うん、この両方ちょっと違う色でこの冬は使いました。はい。でね、この中にねちょっとこういうあったかいのが入ってて、なんてインサレーションっていうのかな。結構あったかいこれが。マイナス10度ぐらいまではこれと、インナー1枚着て、その上にフリースみたいなの1枚着て、もうこれで全然大丈夫だった。雪よけのパウダーよけっていうのかな。これも入ってるし。結構使い勝手良かったです。この手のところにチケット入れるチケットホルダーもあるし、なんか色とかこの質感っていうのかな、デザインが結構日本にあんまないような、シンプルだけど結構おしゃれな感じで、すごい良かった。であとバラクラベ、これねシーズンのバラクラバかシーズンのもう最後の方にちょっとご提供いただいたんだけど、デカトロンのなんかね、売り切れててね、なんかあったの人気で。で、これこう、口の部分かな、鼻の部分がこう、ピッとできたり、なんかフィット感がすごいいいね。なんか厚すぎず、薄すぎず、ちょうどいい厚さで、後ろのね、フリース生地かな。そう、すごい肌触りがいいね。肌触りがよくってね、いいよね。ちょっとこう、サラサラしてる感じの、使い心地がいい。いいよね。俺も一回さ、美しが原で借りたんだけど、すごい良かった。これは私愛用してました。最高でした。あとこのスキーが終わった時は僕らのダウンを着てました。電熱ダウンかな。ちょっと今電池がないから点滅してるけど、ここで変えれるんだけど温度がね、これを着てました。この背中とかに電熱が入ってて、結構いい感じですこれも。であんまりインナーってね映らないからさ、あんまりご紹介したことなかったんですけど、これねマウンテンハードウェアのもうこれ一番下に着るインナーなんだけど、裏がこんなさ、なんていうの、毛になってるの。でこれどこだったかな、帝人がやってるやつだったかな。この糸ねオクタだかなんだかちょっと忘れちゃったんだけど、この冬初めてこれ着てみたんだけど、めちゃくちゃあったかい。これ1枚ででめちゃくちゃすぐ乾くの、汗とかが蒸れないというかさ、すごい良くて、もう重宝してます。これもただ風が吹くとめちゃくちゃ寒い、もうスースーだから。なるほど、うん、もうスーッて息吸ったらもうそのまんま後ろに流れていくような感じだから、レイヤリングをしっかりしたらめちゃくちゃいい。これでこれにウェアを合わせます。